すごいない。な、本当にないわ。オール千葉おもてなした以来ですね。あら、緊張するわ。頑張ります。そうね、今はあれです。あれ見てます。カウントダウン TV。超楽しみにしてたんだけど、赤ちゃん見てるって。目のメイクはね、もう取っちゃったからね、眉毛しか描いてないからよくわかんないメイクみたいになってて、ごめんね。もうね、あ、始まっちゃった。私楽しみにしてたんだけどな、この曲。うちが歌ってあげるわ。コモさん、さん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 。ありがとう。コモさん、さんさんさん、めっちゃくれてる。ありがとう。もしもってやつですよ。テセウス見てたからな、ドラマ。私、本当音楽番組好きなのよ。大好き。誰が出るんだろうって、もう今日ってあまり今日録画はさしたんだけどさ、あんまり誰が出るかちょっと知らん。バックナンバーさん出てたの？これからどういう感じどういう感じどういう感じ、いや出てないじゃんいないじゃん、全然いないじゃん。どこら辺から私見てたんだろう。コモさん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 、ありがとうございます。エグジットさん立ってたんだ。20話ね、さっきに巻き戻すの見ちゃった。あやかちゃんチェックそうだね。あと今度ね、一通り全部見ようと思ってるんですけど、はい、見てましたか。私音楽番組好きなだけで詳しいわけじゃないんですけど、星野源さんも出てたの？22曲歌ったって。え？私一回しか見てなかった。ん？最近カジノ配信ないなと思ったって違いでフォロー外されていたって。ってことはフォロー一人増えたってことや。でもいつもありがとう。どうですか、久しぶりに会ったカジは。なんか変わってますか？あんまりメイクしとけばよかったよ。うん、してない。私はね、目の下のクマがすごい多くて、もともと結構暗めなんですけど、そう、気にしてていつもこうコンシーラーでパカパカパカってやっちゃうからさ、そうね、コンシーラー取れるとさ、めっちゃ目の下黒くて嫌なの。今日あれ見てたの、聞かざる声には理由があってかさ、 TVer であって、もうと思って、あの5話からだったわ。1話から見とけよかったと思ってちょっと見たよね。私あのドラマ大好きでさ、ね、川口春奈ちゃんめっちゃ可愛いじゃん。あ、今日エイミーさんの誕生日なんだって。じゃあ歌ってあげる。はい、生まれしこの世に、生まれしこの世に、生まれし、生まれし、エイミーセイ、出会えて幸せ、出会えて幸せ、誰に、あ、誰に、エイミーセイ、いやー、おめでとう。あ、待って、おさつりさんくれてる
ありがとうございます。おめでとうだ。この曲は今ハッピーバースデートゥーユーという曲が流行ってると思うんですけど、これから流行る曲はこれなんで、みんな覚えていてくださいね。生まれしジャパンっていう、これから日本の象徴となる曲です。はい、楽しみに待っててください。待って、エイミーさん逆にもらっちゃったんだけど、どうしよう。ありがとうだって。いや、うちやん、うちやん。私がありがとうになっちゃったんだけど、ちょっと、じゃあ今日今姉ちゃんお風呂入ってるからさ、今日の姉ちゃんのコップは、いや、コップは微妙だな、なんだろう、姉ちゃんのものがあったらよかった。あ、姉ちゃんのコンタクト入れ見せてあげる。じゃあコップラ、なんかよくわかんないやつ。はい、これが姉ちゃんが買ってるコンタクト入れでーす。でれー。大丈夫かな。やっぱカジノ配信のやつ寂しいって。ほんと？お、ドラゴンクエストだって CM やってる。大の大冒険だ。CM？ 分かんない。チョップスティック一本じゃつまらない。エンジンサイズ取りじゃつまらない。I love you, I wanna settle down, so I'm gonna just watch it every time. I'm gonna love you, so I'm gonna love you.同じ自分で抱いて、あ、ネットフリックスの CM は大泉洋さんがやってるんだ。へえ、あ、違う、そういうわけじゃなかった。ネットフリックスのドラマね。これなんていうドラマなんだろう。違う、大泉洋さんが出てるドラマだった。なんか面白いドラマがいっぱいありそうで素敵よね。浅草キッドだった、映画だった。全部違うじゃん。ゴディバの CM だ。ゴディバの CM ですね。おお、私ゴディバのチョコ好きですよ。私ね、チョコが最近好きなのよ。うん、私チョコ昔すごい嫌いだったんだけど、パクパク濃い濃いチョコレートがすごい好き。あのビターチョコが特に好きで、なんか粉っぽいチョコみたいなの大好き。うん、めっちゃ好き。なんていうの、口に残るようなチョコが好きだったりとか、あとは果実系、果実が入ったようなものは結構好きかもしれないです。うん、果実とかがね入ってるとね、あの酸っぱさ、酸味が結構、私なんか酸っぱいのは嫌いなのに酸味の入ったチョコとかも大好きなんですよね。なんか、うん、こんばんは。粉っぽいならハーシー。へえ。いや、わかる？この美味しさを。ハーシー、なんかカカオを味わいたいんだよね。うわ、美味しそう。何これ、ハーシー。でか、海外のチョコレートとかあんま食べないからな。え、めっちゃ美味しそう。あ、待って、ハーシーのチョコめっちゃ食べ、あ、ハーシーのチョコアイスめっちゃ食べるわ。これよく見るやつじゃん。え、ケロック食べたい。え、ケロック食べたいんだけど、ちょっと今度ケロック買ってこようかな。なんかさ、あれ、あれは、あれは、あの、あれあれ、コーンフレークって何が今一番人気なの？
コーンフレーク食べる、あんまり食べる家じゃなかったんだよね。あ、これこの方々知ってるな。伊藤さん。これ伊藤じゃないだろうな。グリーンが書き下ろしたってすごい。海外、あ、韓国の方ですよね。今歌ってる方、伊藤じゃないんだろうな。でも分かんない。コーンフレークの人気ランキング、ちょっと待ってた。1位はケロッグコーンフロスティ。コーンフロスティーって普通のやつね。牛乳が嫌いだから、牛乳をがなしでも美味しいコーンフレークが好きなのね。あ、そう、牛乳かけないのよ。そう、ケロッグって牛乳使うんじゃ。そうでしょ、そう、よく知ってるじゃん。いや、そりゃ知ってるか。そう、だからあの牛乳なしでも美味しいやつっていうのが結構好き。ドーナツ型みたいなチョコ好きで、あれか、知ってるよ、あの丸いやつね。シスコーンって、あ、これも美味しいよね。シスコーン、チョコ美味しいよな。ゴロッとコーンフレーク、玄米、ガチのコーンフレークばっか出てくんな。あ、チョコクリスピー、あ、これだ、シスコーンビッグサクサクリングチョコってやつだ。あ、チョコはもうそうか。メルトくん、メルト、メルト、メルト、ありがとう。ジグリトくん、ありがとうね。コーンフレークのネタ始める方だって。でもね、コーンフレークって調べたら芸人って出てきた。面白いね。コーンフレーク今度買ってこようと。食べたい。でも高そうだよね。コーンフレークって高いのかな。シリアルって今言うのか。コーンフレークって言わないよね、今の時代は。時代はな、進んでくんだな。じゃあ、あれ、グラノーラしょっちゅう食べてたな、一時期。なんか、ハマって。食べてた。パクパク。あの時代も、そんな時代もあったな、ってね。朝ごはんコーンフレークとかさ、みんなやってたりするの？牛乳なしでと口の中がボソボソしないかな。いや、もう全然していいの。だって美味しいんだもんって。あ、トウモロコシ作ってるな。こうフルーツ入りのグラノーラって、なんかグラノーラってなんて言うんだろう、なんか豆をなんかスライサーで吸ったぐらいの薄さの、なんかすごい、なんて言うの、食べるとかさ、食べ美味しいのよ、それが。種っぽい感じ、美味しいね。卵焼き食べたいだって。え、見てくれた？今日さ、買い物にね、朝行ったのよ。したら、あのチャリンコで行ったんだけど、パカッてやったらさ、卵が割れちゃって、2つだけで、うわーって思って食べちゃおうと思ったんだけど、あの朝に2個、あれやってんのよ、なんだっけ、あれスクランブルエッグやってて、この卵を2個食べたらあれになっちゃうと思って、あの卵4つ食べることになる1日と思って、いいのかなってちょっと不安になったから、じゃあなんか作ろうと思って卵焼きを作ったんだけど、まあ多分もっとこうしたらうまくなるっていうのはあると思うんだけど、自分の中ではすごい上出来で、え、できたんだけどと思って、ついついツイッターに載せてしまいました。もうちょっとあの見た目がね、焦げとかが、私は焦げとかあった方が本当は好きなんだけど、あのね、見た目的にはもしかしたらツルツルのキラキラの黄色の方がいいのかなって思うので、できたらいい。香ばしグラノーラ美味しくてハマってたって。え、美味しそう。グラノーラボソボソしたのねって。
でも好きなの、美味しいの。種島さん卵焼き、あ、聞いたの、私今日卵焼き作ったんだけど入れるって聞いたら、いや、いらないって言われた。姉ちゃん卵焼き好きじゃないらしいよ。知ってた、びっくりしたんだけどそうなの姉ちゃん、知らなかった。見た目めちゃくちゃうまそうだったよ。嬉しいです。やだ、目玉焼きは私は半熟がすごい好きで、結構なんだっけ、卵をパカって割ってちょっと焼けたら上からもう一回油かけるとカリカリになって美味しいです。チョコフレークたまに食べるお菓子としてだけど、あ、でもわかる、私もねそんなに量食べなければお菓子でもいいかなと思って食べちゃう、まあ、ご飯一口分はちょっと無理だな、それじゃご飯もう汁ご飯食べたいよってなっちゃう。伊達巻き、私伊達巻きあんま好きじゃないんだけど、甘い卵焼きがあんまり得意じゃない、嫌いじゃないんだけど、会社向けがもうガチガチのしょっぱい卵焼きの家なんで、しょっぱいのじゃないと、なんかしょっぱいので育ってきちゃってるから、しょっぱいのがいいなってなっちゃうんだよね。これでも甘い卵焼きのさ家の方が多いんじゃないって思うんだけど、だって今日卵焼き作ったけど醤油とみりんで作ったからね、だし巻き卵。根島さん卵あんま食べないよね。オムライスとか好きだけど、目玉焼きも食べないし、まあ薄焼き卵とかだと食べるかな。だから、ね、姉ちゃんが好きなものと私の好きなものって全然違うのよ。卵食べないよあんまり。パラビで見れるの？パラビ入ってないや。パラビで見れるの？姉ちゃんがお風呂入ってる間にショールームやるっていう、そういうシステムです。家事が嫌いなものは牛乳だけ。そうだよ、私ってほんと牛乳だけなんよ嫌いなの。いやそんなことないけどね、牛乳が世間で出回りすぎてて、あ、姉ちゃん卵嫌いなわけじゃないの、そういうの、わざわざ作って食べないだけで、あったら食べると思いますよ。私この間おじいちゃんのお葬式の時に、あのそういう会食みたいなの言うんですか、できないから、あの何、弁当だったんですよ。持って帰って食べようってなった時、パパとママと私と姉ちゃんで4人でさ弁当食べてたんだけど、やっぱ誰一人あのさレタスとか下に引いてある草一つ残らずみんな食べてて、いやうちの家ってやっぱそういうタイプだよなと思いながら食べました、姉ちゃんパクチーダメじゃないかな。だから姉ちゃんの嫌いなものって何って言われると難しいんだよ。バナナ、納豆、バナナ納豆食べないね。カレーまんま食べない。でもとにかくバナナ納豆がね本当に嫌いってイメージ、めっちゃ嫌いなイメージ。でもさバナナと納豆って別にそんなに世間で使われてるわけじゃないじゃん。姉ちゃんこれで2個だからね、嫌いなの2個だから。私は牛乳1個って考えたら、家事もねパクチーあんま得意じゃない、まあ、食べれないの気がするって感じ。そんな食べたことないんだよね。会社だけね、パパはあんまりサラダ食べないかな。パパはヒーヒー言いながらサラダ頑張って食べてるタイプですけど、今日も私はサラダ、あ、キャベツ、なんか姉ちゃんがキャベツ2個買ってきちゃったみたいで、もうキャベツしか食べてないっていうぐらいキャベツ、今日キャベツ4分の1食べた1日で、全部生で。あ、でもホイコーローにキャベツめっちゃ入ってたから、もしかしたら4分の、あ、5分の2
減ったな。あれ減ったかな。でもなんか結構食べたぞ今日私。納豆のない人生考えられない。そうで私朝ごはんがさこうあまり豪華なの今さ作れないから納豆でいつもご飯食べてましたよ。 朝は白いご飯と納豆、私はそれで食べたし、姉ちゃんは塩辛で食べてました。キャベツ好きだねっていうか、だから私しばらく大根買えない、キャベツいっぱいあるから。ねじまさんシャワーの音激しすぎんだって聞こえる。もうすぐそこなのよ、あれが、お風呂が。あんまり広い家じゃないのですぐそこにあるからさ、キャベツお安くてよき。まあね、安いから。でもキャベツ2玉あってさ、ちゃんと腐らせないで食べれそうなのすごくない？なんか明日焼きそばらしいの、キャベツいっぱい入れられるからって言ってた。私キャベツ鍋したい。キャベツ鍋、あ、やばい、姉ちゃん出てきた。姉ちゃんはもうこれで上がったみたいなので、鹿島は今日はこの辺でショールームを終了したいと思います。皆さん見ていただきありがとうございました。明日はライブなのでよかったら見に来てください。そして梶島を応援してくれると嬉しいです。そして12月28日には、梶島や所属しているアップアップガールズ各2期のワンマンライブの開催が決定しています。なんかチケットまだあるみたいなんですよ皆さん。あー、ぜひゲットしてアプガニキに年内最後に会いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてね、クリスマスチェキもねありますので。終わっちゃうんだよ、姉ちゃんがお風呂から出てきちゃったのって。明日は私早いので頑張ります。それではお手を拝借、シャーシャーシャー、せーの、以上です。ありがとうございました。ニキビのカチでした。ありがとう。みんなお友達誘ってきてください。